こんな感じ。なんかね、昔ね、洋服屋さんの時にね、こうポップかきばっかやってたのよ。だからね、こういうのは得意なんだ。というわけで、どこやったかな、セリアで買ってきた。プッシュピン。これを四隅につけたら可愛いんじゃねえのってことで。私、この棒の部分が切れるんだろうか。私は一末の不安を感じるのだが。あ、切れた。よいしょ。ちょっと飛び出とる。ちょっと飛び出とるけど。よいしょ。よし、1決めしておくね。1決め。こんなもんか、こんなもんか。ちょっと大きく大きく書いて。先にこれに固定するよ。ちゃんと位置をね、ここんとこね、なんかあんまりよく見えんけど、両面テープで貼るよ。こういうこと嫌いじゃないのよ。でもくっついてくれ。ってことで、どこや。ここでここか。よし、さあくっつけてく、くっつけてくよ、くっつけていくよ。おい、バチバチバチ。おい、くっつきますように。かわいい。よし。うん、なんかちゃんとついたわ。不安ではあるけれども。あ、取れたら取れたでしょうがねえわ。一じゃん。いやいや、来たよ。うん、他のは大丈夫そうやな。なんでこれだけ取れようとして。なんかスゲージ。なんかかっこよくなっちゃったよ。かっこいい。ティッシュが邪魔やな。かっこいいやろ。もうこのまま立てかけておきたい気分やわ。さあ、こいつに合体していこうと思うよ。こうでしたな。ちょ待って、裏から確認。高さを合わせていこう。なんか磁石がぴったりきとるからいいかここで。もうちょっとここに長板をつけていくよ。反対につけたらアウトやな。これ多分グルーはここの鉄板にくっつきたがらないと思うんだ。はい、強力両面テープだったんだぜ。これでつけていこうと思うよ。でね、すごい超強力両面を貼っていこうじゃないか。部屋におったら君の声全部聞こえとるしな。あ、なんてこったい。ああ、このはみ出たこういう両面はね、きちんと取っておこうよ。強力両面なら取れることはなかろう。多分。そう。まあ両面やしね。こいつが強力だということを信じようじゃねえか。おい、それからどうする。取れたら、うん、何度でもつけ直すさで、ええ感じの位置に。なんか思いの方が早くできたぞ。だね、どれだ。こういうマスキングテープで押さえるとか、そういうことをきちんとしないといかんね。よし、ここはネジで止めてやります。なんかこんなに力入れんのもやつのそれ。触れる。もういいだろ。よっしゃ。できたやんけ。よし。はい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 、オープン。じゃん。おお、なんかおしゃれやな。よし、磁石もバッチリ。裏から見るとこんな感じでいいけど、オープン。磁石がピタリ。もっとアップで磁石がピタリ。でなここに、はい、おいらの歯ブラシ、パピーの歯ブラシ、ちょっと君のやつはあっちにも大きいっぱいからサイズが違うとあれやと思ってな、こうほら見て。というわけで、まあほら完成。もうほんとマジボタン取れそう。じゃあ設置してみました。ほら、いつもトークブログ的なもの撮るとき、この背景、なんか見覚えあると思うけど、ここに置いてあったやつだよね。これ、ね、もうね、上に変える分。で、私が洗顔するとき、台所で洗顔するとき使うベビー石鹸。で、この中にだね、歯ブラシ。もうさっきのやつ入れたよ。で、本当はこっちの洗剤とか置いてあるとこ、ここ空っぽねんけど、ここにこれ入れてあってんけど、開けるのが若干こいつの重みでめんどくさいっていうことで、こっちに突っ込んだありやす。で、歯磨き粉とか入れて、ほら、完璧ね。これはもうびっくりするぞ。というわけで、もう、歯ブラシボックス完成しました。おはようございます。昨日作ったこれなんですが、こうまあ開けるじゃないですか。ここが強力両面テープでつけたんだけれども、どうしても剥がれてくるので、こうワイヤーで裏のね、ここ穴開けてワイヤーで固定しました。どうしても取れてくるんで、で、ちょっとここのワイヤーのね、ちょっと見にくいかな、こうか、ワイヤーのこの先とかが結構危ないので、ビニールテープで留めてしまいましょう。よいしょ。あんまり目立たなければそれで良いという。で、ちょっときちんと留めて、ちょっと苦労しちゃったよ。ネジで留めたらちょっとね、あれなので。よし、ちょっとしっかり止めて、まあちょっとよく見たらバレるけど、パッと見大丈夫でしょ。これで取れる心配はないので、もうどんなにやっても取れる心配はないので、これで完成です。昨日完成したはずやってんけどね、完成です。これでやっと使えるようになりました。ということで、ご視聴ありがとうございました。では。